この歌手の道に走られた方でございます。お迎えいたしましょう。東よしこさんをお迎えいたします。1曲目、津軽海峡夫婦船からお届けいたします。どうぞ。東よしこオンステージです。ドキュメント女ののど自慢という番組で、ママさん歌手、テレビから出たママさん歌手第1号ということで、船村徹先生や中山大三郎先生に曲を書いていただいてデビューしました。
東よしこでございます。よろしくお願いいたします。昨年もね出させてもらって、なんか今日はいろんな方がたくさん上手に歌ってくれたのを聞きまして、私のもちょっと緊張してちょっと間違えたかなって感じもするんですけど、どうだったかそして、この津軽海峡夫婦船が、火曜日の日に連絡がありまして、日本有線放送の日本でこの1年間の統計で10位にノミネートされました。頑張っておりますので、どうか今日ご縁によろしくお願いいたします。そしてこれから歌います、母さんとという歌も今月26日にはダム、それから、各配信をされていきます、カラオケの中にどんどんと皆さんに歌ってもらいたいし、これも優先でずっと頑張ってとか、それからレコード店で買ってもらうっていうことが、まあ、オリコンチャートを上げることなんですけれども、頑張っていきたいと思うんです。小林先生がまた出ていいよって言われたんで出させてもらったんですけども、一生懸命頑張ります。そして言いたいこともいっぱいあるんですけど、時間の都合もありましょうが、東海大学の防災という本にも日本で頑張っている演歌歌手5人に選ばれまして、そろそろ全国発売されるかな。それからカラオケ不安にも1月正月号に出るようになっておりますので、ぜひまた機会があったら読んでください。それでは、母さんとは私が今から10年前に長女を亡くしまして、3人の子供をしかも置いていかれたんですけども、その中で10年経って一番下の子がやっとで働くようになりまして、そして35周年記念曲で今の曲を出して頑張ろうという気持ちになったんですけども、その子たちも大きくなりまして、今長寿社会です。親より子供が先に亡くなるっていうのも大変多いんですけれども、この曲を一生懸命私が詞を書いて、うちのレコード会社の社長に曲をつけてもらった歌なんですけども、ぜひここで聴いてください。母さんと、よしこさんが亡き娘さんのお子様を引き取って育て上げ、そして立派に育て上げました。どうぞ天国にいる娘よ、私の歌声を聞いてください。東よしこさん、母さんと。みそじなこの世の別れ、あれから10年経ちました。嬉しいこともあったのに、悲しいなんて、そんな親不幸なことがあるかしら。その思いを込めて2番の詩を綴ってみました。呼んでね母さんと。
3人の愛し子も大きくなり、やっとで働けるようになりました。10年以上経つと本当に本当にいいことがありました。聞いてください。3番。愛し子3人大きくなった、母さんと呼ばれたいです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。